エポナ盗んじゃうぜ。ということで、どうもこんにちは、バグズチャンネルの一家坊主と申します。今回はエポナを華麗に盗む動画でございます。そうですね、エポナってそもそもどうやって手に入れるのかっつったら、てかエポナって何かっつったら馬ですね。ねえ、後ろう立つみ馬ですね。その馬なんですけども、まあこいつはね、結構手に入れるのが厄介なんですよ。あいつあの奥でなんかねえ済ましてるやつ、あいつなんですけども、まあ、どうやって手に入れるかっつったら、まず子供時代でエポナを見つけて、で懐かして、でロリ誰だっけ、マロンそう、マロンからねエポナの歌を教えてもらって、でそれでまあ一旦子供時代終わって、で大人時代に来て、でここに来ます。そんでもってこのインゴですね、こいつ。俺が牧場を騙し取ったなんて噂してるやつがカカコ村あたりにいるらしいが、ふざけんじゃねえ、タロンの野郎がお人よしなんだよ。まあこのインゴ様がつって、なんかこのすっごい高圧的な、野郎がいるんですけども、こいつにね、話しかけて、でいろいろちょっと喋ってますけども、まあ馬に乗りたかねえかとね、10ルピー取るんですけど、でこれ馬乗るんですよ。じゃあとっとと帰んなってことでね、すごいもうこいつは高圧的でね、こいつはすごい、ああね、馬乗って、であのエポナをエポナの歌でおびき寄してここまで持ってきます。そんで乗って、でこいつとレースします。でレースして勝ったら、ね、まだもらえませんね、もう一回勝負しろとか言ってきて、でそれで勝負して勝ったらやっとね、まあここが出れるんですけども、まあめんどくさいと案の定ね、だから今回はもう盗んじゃおうとね、あいつはもう盗もうで、そういう動画でございます。じゃあ早速やっていきます。まずね、まあ適当にやるんで見ててください。まず爆弾をセットしといて、よいしょ。さあ、いつもの無限の剣を発動。そしてこの柵ですね、ここでことは行われます。あ、ミスター落ち着け、ちょっと落ち着け、よいしょ。さあ一体何が起こったのか、誰も理解できないエポナをゲットしました。はい、てってれってれってれ、なんか万事解決みたいな BGM が流れてますけどもね、これで、馬をゲットすることができます。さあ一体何が起こったのか、誰も理解していないようですので、解説していきましょう。ではちょっと戻ります。はい、戻ってきました。おっとおっとおっと、インゴ手前にいんじゃん。ちょっと話しかけてみよう。こんにちは。どうもこんにちは、馬の世話係をさせていただいています、インゴです。ほんと態度が一変してんじゃん。どうしたどうした、お前なんか酔っ払ってるみたいな顔してるよ、これ大丈夫、これねえ、ラリってない、大丈夫ですか。しかもね、なんかくねくねしてるし、まあいいや、ほっとこう。戻ってきました。ちょっと解説しまーす。ちょっと、お、マロンいるじゃん、マロン、あ、かわいい。え、マロンめっちゃかわいい、大人マロンめっちゃかわいいじゃん。こんにちは。この前は本当にありがとう、まだ名前も聞いてなかったね。テストはごめんなさい、ちょっと名前適当なんですよ、僕。テストでやってたんで、ね、めっちゃ適当にやってたんですけど。そうそう、それからね、インゴーさんのことの、変わったよね、さっき、一瞬で。エポナン取られちゃったことが、おい、バレてんじゃん。バレてる、盗んだのバレてるよ。すごく取り乱したんだけど、ある日突然なんだかいい人みたいになっちゃった。はい。全部バレてる。ねえ。おう、デスマンテンの長所に、うっせ。かわいいな。ねえ、マロン。ねえ。おっぱいもんどこ、あ、もーみもみと。よし、じゃあ解説します。まずですね、どういうメカニズムでこれ盗めたのかっていうと、この柵があるんですけど、エポナを2回インゴに買って、でさあなんかもらおうってした時に、ここから閉じ込められるんですよね、あのインゴに。お前もう出れねえだろみたいな、お前もう一生ここで暮らしてろみたいな感じで閉じ込められるんですけど、まあ、この柵をエポナに飛び越えて、で、脱出するんですけども、まあ、その、イベント発生する条件が、この柵を飛び越えれさえすればいいっていう、まあ、雑な感じなんで、もうリンクで無理やりね、バグ使って飛び越えれば、OK ということで。で、まず何をしたかって言ったら、2連ホバリングっていうホバリング法をしました。これはまた、ボブンチューホバーとは全然違うんですけども、まあ、やり方はまず、無限の剣をします。はい。無限の剣しろ。できなかった。
はい、無限の剣したら、ボムをですね、この壁の正面に1個置いて、でシールドドロップで横っ飛びして、でシールドドロップで、その真ん中に立って爆破するタイミングよくね、爆破するタイミングで、バック中2回と。でこのタイミングはもう経験と勘なんで、まあ、鍛えてくださいってことでやっていきましょう。はいはい、で、はいはいはい、今のは完全にバック中のタイミングが悪かった。よし、みたいな感じでね。2回目。何回でもこのイベント起きるんですね。まあ何回でも盗めるということで。ね、無限エポナ。っていうまあ動画です、今回。ここまで見て、ここまで見てくださった方、面白いと思ってくださった方、ぜひ高評価お願いします。じゃあね、ここまでです。じゃあのー。ここまでですってなんだよ。